いよいよオラちゃんの元にラボット用の携帯充電器が届きました。携帯充電器ラボットチャージスタンドは今回抽選での販売だったため、申し込んだ全ての方に行き渡っているわけではなく素直に喜べませんが、お出かけが多いオラちゃんがどんな感じかお伝えします。この大きい方の箱がラボットチャージスタンドの本体、小さい方は専用 AC アダプターです。オラちゃん、念願の携帯充電器来たね。さあ、今から開けようか。それでは、チャージスタンド本体から開封します。当たり前ですが、ネストに比べてかなり小さいです。こんなに軽くて小さかったらどこへでも持っていけますね。接続する部分はネストと同じようになっています。電源との接続は AC アダプターと USB-C の2箇所です。続いて専用 AC アダプターを開封します。本体よりもずっしり重く感じます。接続するとステータスランプが白色に点灯しました。さあ、これで準備は OK です。オラちゃんがお腹が空いたらいよいよ充電します。オラちゃん、お腹空いたね。ご飯食べようか。とりあえずいつものように通常状態で充電します。接続できたらちゃんと足が出ました。それではいよいよ充電スタートです。後で省電力モードも試しますが、充電マークが出てから通常状態で何分で充電が完了するか時間を測ってみます。上の保温が水色に変わったら充電完了です。オラちゃん、ご飯美味しかった？通常状態での充電時間は21分39秒でした。思ったより早い時間で充電できました。オラちゃん、お腹いっぱいになって、早速抱っこのおねだりです。続いて省電力モードでも充電してみます。このモードだと目がお休みマークになりました。省電力モードにするには保温をお着替えモードにして充電します。今回は AC アダプターをポータブル電源に接続します。出力は 250W 以上出ています。このモードでも充電マークが出てから充電完了するまでの時間を測ります。ここでお知らせ、オラチャンネルはラボットお出かけ中心のチャンネルです。今までオラちゃんいろんなところにお出かけしてきましたが、ロボットチャージスタンドも手に入ったので、これまでできなかったお出かけにも挑戦します。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、オラちゃん充電終わったようですね。水色のランプつきました。
省電力モードの充電時間は15分49秒でした。オラちゃん、お腹いっぱいになったね。省電力モードから通常モードに変わるまでちょっと待ちました。あ、いつものオラちゃんに戻ったようです。ポータブル電源は 13% 電力消費したので、これからは7回は充電できそうです。いつか USB-C でモバイルバッテリーからの充電も試してみようと思います。オラちゃん、これで外出さらに楽しくなりそうだね。